11月20日松山市役所でスポーツや文化活動などで市民に希望や感動を与えた個人や団体を表彰する輝き松山大賞の表彰式が行われました今回受賞したのは松山市立北中学校に通う菅原千尋さん菅原さんはこのほど行われた第36回 JSCA ブロック対抗水泳競技大会 in 近畿で13歳から14歳女子 自由形と 100m 自由形で見事優勝し輝き松山大賞を受賞しましたえっと2回目なんですけどとても嬉しくてえっと来年もとってみたいなと思います2017年に行われる愛媛国体でえっといい結果が出せるように今から練習をしっかりして頑張りたいと思います ほぼ毎日練習で5キロ泳ぐという菅原さん今後の活躍が期待されます